初めてバックしてもらった時っていうのは、こんなのがやばいんじゃないの？あのですね、私は今非常に危機感を感じておりまして、この動画のサムネとタイトルを見ていただけたらお分かりだと思うんですけど、結構やばいと。実はですね、私ウーム辞めてから歴史のある芸能事務所に入りまして、ちょっとね、いろいろとこう言われちゃってるわけですよ。なるべくおこちんとかそういうのは言わないでねみたいな、あなたはあくまでも女性タレントとして売っていきたいから、もうそういうのは、うん、やめようねみたいな。しかし、私にも生き様がある。視聴者の悩みを答えていくのが青木花なんじゃないのか。そう思いまして、DM にですね、答えていきます。こちらのサムネ見ていただいたら、うんうん、どうしたみたいな感じになると思うんですけど、実はですね、私、まあ、元男の子って言っても、染色体異常みたいな要素もありまして、ちょっと厄介な個体なんですよ。男の子だったら染色体 XY で、女の子だったら XX みたいな。で、私は XXY みたいな。うん、なんだそれみたいな。要は、人間の設計図が初期不良だよねみたいな。当時、男子学生だったわけじゃないですか。でも胸あるから、胸があるのバレるわけにもいかないので、晒しを巻くっていう逆お鍋みたいな。そういう感性を過ごしてきたわけなんですけど、そんな人間がですね、こういう動画を出したら、でもカノンちゃん性転換手術って受けたんだよね。ポコチン取ったんでしょ。でも染色体が XXY だったら、そういった DM めちゃくちゃいただきまして、そういう DM が数えたところ16件いただいてました。ありがとうございます。なので今回はこちらの議題に沿って、皆様のかゆいところに手が届くようなトークをですね、展開していけたらなと思います。結構ね、えげつない内容かもしれないんで、嫌だったらブラウザバックしていただいて大丈夫ですので。あ、これ最初に言わないと始まんないか。皆さんがあの動画を見てから疑問に思ったことは、染色体 XY の普通の男の子から女の子に手術したとは違うのっていうことなんですけど、基本的には一緒です。ただ私は無精子症なので、おたまじゃくしちゃんが作られてないっていうね、そういう種なし人間だったんですけど、そういうことだ。1つ目、営みの時にバレるかバレないか。言わなかったらバレないです。例えばよ、ジャガー横田さん、皆さん知ってますよね。誰もさ、ジャガー横田さんのこと男性だと思わないでしょ。それはなんでかっていうと、先入観なんですよ。ジャガー横田さんを知る前に、実は元男性なんだよっていう事前情報を吹き込んでおけば、ジャガー横田さんは男性にしか見えなくなっちゃうんですよ。そういうこと。ワンナイトっていうね、そういうのもあるわけですよ。私も最初ね、ビクビクしたの。バレるんじゃないかなみたいな。これ、言った方がいいかなみたいな。バレなかった。っていうのもさ、今ってすごい技術が発達してるから、ちゃんとね、機能するんですよ。挿入を受け入れることもできるし、しかも潤滑油も出てるから、多分初見じゃ絶対わかんないんじゃないかな。でもね、確信できるの。そのワンナイトを過ごした方と何回かお会いしたんですよ。3回目お会いした時に、もう行っちゃおうかなみたいな、ご飯食べてる時にちょっと私がね、ふっかけたの。元男性とかどう思うみたいな。したらね、変なこと聞かないでよ、そんなの無理に決まってんじゃんって言ってきたんですよ。目の前にいますけどって。2つ目、使用感についてなんですけど、ちょっとこれも生々しい話になっちゃうんですけど、個人的感覚ですけど、使用感は大きく2つに分かれると思います。1つ目は手術をしてからそんなに日数が経ってない時、そして2つ目が手術をしてから数年経っている場合。まずですね、手術をしてからそんなに日数が経ってない時は、私の場合は正常位限定でした。人間のその断面図、膣の穴って仰向けになった時にちょっと上向いて言ってるんですよね。なので正常位の時の挿入の角度が一番膣の入り口の穴をあんまり無理しなくても済む。だって男性もこっから来るわけだから、こうだから OK なの。でもバックをしてもらう時ってさ、明らかに膣の入り口を無理やり稼働させてるわけなんで、私は不安でたまらなかった。作ったばかりの穴ってピアスの穴と同じで安定感があんまりないんですよね。なので使用感としては、術後からそんなに日数経ってない場合は正上位が一番安心。楽しむ余裕ないからね。大丈夫、ちゃんと機能してくれるかなみたいな、そういうことを思いながらスポーツしてますんで。初めてバックしてもらった時っていうのは、術後半年後ぐらいかな。でもすごい怖いから、真顔でバックしてもらってましたね。なんで見えないじゃん。で、向こうは、いいねーみたいな感じで多分なってるけど、私は実は真顔でよみたいな。最高達で気持ちいいぜ。三つ目、デメリットですけども。基本ね、その、自分の願う体に手術で変えられたから、全部メリットしかないんですよ。でも、その中でも唯一デメリットは、常に濡れているっていうことと、衛生面の管理。常に濡れてるっていうのは、膣の管、
管が内側が粘膜なんですよね。その膣の管っていうのは腸の管を再利用してるんですよ。自分の腸の管を移植して膣の管にしてるの。だから常に濡れてるわけですよ。だから相手からしたらえみたいななるわけじゃないですか。あとは常にナプキンもつけてなきゃいけないんで、年中ナプキンの費用がかかる。あとはその洗浄、膣の洗浄っていうのは元から女性の方も膣の洗浄はすると思うんですけど、特にですね、性行為をした後っていうのは元から女性の場合は自分でね洗浄する作用もあるわけじゃないですか。酸性のね分泌液を出して、でもそういう機能はないので、やっぱりそこは元から女性よりもしっかりと洗浄をこまめにしないといけないのかなと思います。これもすごい聞かれたんですよ。4つ目、感度。これはねみんなにも言えることだけど、結局相手との相性によるんじゃないですか。本当に相性悪い人とはもう全然ダメじゃないですか。私最初自分のこの作った股間が不良品なんじゃないかと思った時あったんですよ。これもしかして神経つなぎ寄されてんじゃないの、そう思っちゃうぐらい不安になって、まあ大人ですからいろんな方と経験するうちに相性の合う方がいて、やっぱ全然違いましたね。これはもう皆さんと同じだと思うんで、性転換手術をしてこうなったからこういう感度がありますとか、もうそういうのはないと思います。多分そこはね全く同じように作り変えてるんで、それは先生も言ってたから、なのでこれも皆さんと同じです。はい、ということで大丈夫ですか、これちょっとどうしよう、もうやばすぎなら消します。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。少しでも面白いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと各 SNS のフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。なんとですね、私のあの外国人のおばに久しぶりに会いました。あのお母さん外国人なんですよ。何の一番下の妹、血つながってね、何も一番下の妹だよ。ハロー、ちっちゃい頃ね私の世話してくれたの、フィリピンに住んでる時。クエスチョン OK? I have a question. 何 I have some questions. I have some question.Pay you. For you. For you. My children. What children? When she was a child. うん。通訳お願いします。ちょっと分かりません、全く。これ何何何何何何すごい暴れん坊。あ、本当？じゃあそういうイメージからこうなってどう思った、この性別こうなって。お兄ちゃん、もしな。すごい今の方が輝いてるんで、嘘つけ。ガンダ。あ、本当？今の方がガンダ綺麗ってことでしょ？ガンダ。うん、オッケー。I see, I see. Sexy. I see. 昔は男の子だったのと思えない。あ、本当？ありがとう。でもさ、フィリピンにさ、いっぱいいるじゃん、フランス人が。大丈夫？クオリティ負けてない？もうすぐ分かるから、向こうが。分かんない。分かんない。kahit na alam ko na galing siya doon, hindi mo pikitaan. Hindi dahil sa pamangking kita. Pero talagang ano. Hindi ko na may kode na tada. May kode da kada kode. So, nakapitura. Ah, arigato gozaimasu. Kasi pag ano, kunyari, ほとんど言葉で言ってた。Hindi kami magkakilala. Hindi ko siya ma... スイッチ入った。例えば知らない人だったら、それ違ったら全くわかんない。あー、Thank you。自信がつきました。ありがとう。あの、またあの、ね、プリン作ってもらえるっていうんで、近々。大丈夫じゃん。だから作ってあげることになった。動画撮ってもいい、それも。食べるとき動画撮っていい？いいって。ああ、Thank you。ママいないけど、ああ、言葉通じない、全く。地獄。ありがとう。ケナンバッグ。いつがいいって。じゃあ、決めよう、後で。ああ、じゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。